はい、これかなりの優れもので、で、しかもこんだけ高機能なのに、まあ、かなり安いんですね。安価で提供ができてしまうと。まあ、ヨンシーさんが1から10までやってるからこそですね、ちゃんと適正利益を取っていただいても、それなりの価格では納品ができると。まあ、それも今回のその事業一緒に組みませんかっていう場合で言うと、卸価格では提供させていただくことができるので。What's up, everybody? 今日は2022年4月10日ですね。この動画では令和の虎で世界一広いトレーラー製造をしたいというビジネスプランで志願されたヨンシンさんですね、そのヨンシンさんの事業の進捗状況を報告するという動画になっているのと、あとそのヨンシンさんと北川と一緒に事業を進めてもらえる方を募集する動画になってます。はい。で、まあ、その前にですね、今キルギスの方まで来ておりますと。はい、前回の動画はドバイからお届けしたんですけども、そのドバイはあくまでもキルギスに来るため の、 トランジットで寄ってるだけだっていう話を、まあ、前回の動画でさせていただいてました。はい。で、今は無事ですね、マナス国際空港、はい、キルギスの首都のビシュケクにある空港に無事、まあ、降り立ちまして、今はですね、ハイアットリージェンシービシュケクという、はい、ホテルがそのビシュケクの中にキルギスの中にあるんですけども、そちらの方で収録を、しておりますと。はい、そういった状況ですと。で、キルギスがですね、これも令和の虎の方で増田さんという方も僕の方が出資させていただいて、増田さんと一緒にも事業をいろいろ進めていってるところではあるんですけども、まあ、そのために今回キルギスにはお邪魔しておりますと。はい。で、まあ、キルギスがですね、あんまりちょっと馴染みがない方、はい、結構おられると思うので、ちょっと基本データだけお話ししておくんですけども、これがですねキルギスの国旗なんですね。僕自身も今回ですね、増田さんと出会ったことで初めてその国旗を意識したなという、はい、そういった国旗になってますけども、モチーフがですね、輝く太陽と移動式住居ユルトを、ユルトから見上げた天井を、まあ、図式化した、図案化したような、形になっているようですと。はい。で、ユルトって言ったらちょっと聞きなじみがないかもしれないですけども、モンゴルとかでも遊牧民が移動式住居でゲルっていう風な呼び方してますけども、まあ、それがキルギスではユルトという風に呼ぶみたいですね。まあ、その移動式住居の天井が、まあ、こんな感じでですね、これちょっと昨日ちょうど撮った写真ですけども、はい、移動式住居を見上げたら天井の部分、ちょうど真ん中の部分がこんな感じで、まあ、骨組みが組んであると。その骨組みのマークと太陽を、まあ、重ね合わせたような、そういったマークになっていると。で、その太陽が光線が40個こう、まあ、出てるんですけども、その光線の40個っていうのは40の部族を表すという、はい、要は40の部族から成り立つそういった国家になってますよということですね。はい、そういった国ですと。で、もうちょっと詳しくお話しますけども、旧ソビエト連邦の構成国の一つではあったんですね。で、あと中央アジアですね、位置的に言ったらまあ旧、まあ、ソビエト連邦ということもありますけども、位置的に言ったら中国の新疆ウイグル自治区の西隣っていうような位置関係にはなっています。で、それと面積は20万平方キロメートルということで、日本の約半分の面積がある国のようですと。で、標準時なり、まあ、時間っていうのが日本からしたら3時間ですね、3時間遅いというそういった時差になってますと。で、人口が650万人とちょっと少なめなんですけども、日本の20分の1、はい、面積は約半分なんですけども、はい、人口は20分の1ということで、人口密度はかなり、はい、まあ、密度が低いというんですかね、小さい、国になってますと。で、あと首都は今北側がいるビシュケクなんですけども、その首都に関しても98万人の人口になってますと。まあ、これも多いと捉えるか少ないと捉えるかですけども、街並みを見るとめちゃくちゃ田舎っていう感じではないんですけども、かなり広範囲にですね、まあ、特定の繁華街がギュッとあるっていうような、日本の都市の成り立ちとはまた違ってですね、結構広い範囲に都市化されてるなというような印象ではあります。大都市ではないんですけども、かなり広い範囲に均衡の取れた都市が整備されてるなというような印象の街になってます。はい。で、その人、民族ですね。民族としては、キルギス人という呼ばれるような民族が、まあ、7割を超えるみたいなんですけども、少数民族としてウズベク人の方であるとか、ロシア人の方も、まあ、そうですね、住まれてたり、で、先ほども言ったように40の部族で、民族で構成されているというような、そういった国になってますよと。で、言葉がですね、キルギス語が国語になってて、国の言葉ではあるんですけども、ロシア語に関しても公用語として使われてると。で、キルギス語自体も、キリル文字っていう、ロシアと
同じ文字を使ってるってこともあって、まあ、街中を見ると、まあ、なんかロシア語だらけっていうような印象の、そういった街並みになっています。はい。で、人口の 90% が宗教上はイスラム教徒が多いようですね。で、それと経済規模でいうと GDP は77億 US ドルということで、これは2020年の実績値になるんですけども、この数字っていうのが、まあ、日本の GDP に比べたら640分の1というかなり経済的にはですね、まあ、異なる、はい、まあ、小さい経済規模の国だっていうふうに言うことができるかと思うんですけども、まあ、それもですね、まあ、そもそもはまあ人口が20分の1ではあるので、GDP 自体も20分の1だったら、まあ同じぐらい の, 1人当たりのですね GDP って換算するとそこまで差がないってことになるんでしょうけど、1人当たりで考えてもこれ32分の1ぐらいですね、30倍ぐらい離れてしまってるというまあ、そういった経済的にも違いがあるという国になってますと。で、ただですね、まあ、先ほども言うようにまあ、北が今首都にいるからっていうこともあるかもしれないですけども、街を見る限りはそんなに貧しい感じはしないです。はい。で、まあ、そうですね、都市の整備っていうものもそこまで経済格差があるような、印象を受けるような街並みではないかなと、うん、ただまあそうですね、日本ほどは整備はされてないので、うん、まあ、今からかなというところはあるんですけども、こういうデータで見る限りもですね、まあ、都市も整備されてますし、あとは政治的にも今安定をしていってるというところなんですよね。で、結構中央アジアっていうのがまあ、そうですね、印象的にはですね、結構紛争が多い地域だっていうイメージ持たれてる方多いと思うんですけども、まあ、ことこのキルギスに関してもですね、結構2020年でもある程度ちょっとまあ、そうですね、国内でも騒動があったりとかですね、まあ、安定はしてなかったんですけども、今この数年に関してはかなり政治が安定して、で、安定の方向に向かってると。で、もともとですね、国名もキルギスタンという呼び方をしてたんですけども、今はキルギス共和国っていうことで国の名前も変えて、で、中央アジアではもう民主化が一番進んでるっていうような、言ってもいいぐらいのそういったあれですね、政治的にも安定してるような国になっていこうとしてる最中というような、国にはなってます。はい。で、 GDP が1人当たり30倍も離れてるってことは、これからの伸びしろが凄まじい国なんじゃないかなということで、まあ、僕自身も、まあ、一事業家としてはかなりチャンスが大きいそういった国になってるのかなというふうに思ってます。で、まあ、まだ2日しかいないですけども、接する方接する方ですね、結構あれですね、親切な方が本当に多いです。はい。昨日もですね、ピザを焼いてる方がいたんで、ピザの焼き方をずっと見てたら、そのピザのあれですね、ピザ生地とかパンをくれましたね。なんかそうやってこれどうぞっていう形で、まあ、日本人と同じようにおもてなしの精神というのが結構強い国みたいで、それも食べ物で何かおもてなしをしようっていうのがまあ、いろんな国民の方がですね、意識的に思ってることらしくてですね、で、まあ、明らかにその外国人の北側が、まあ、そうですね、パンを焼いてるのを見てたらですね、これいるみたいな感じで、はい、持ってきてくれたりと、かなり、はい、優しいお人柄なのかなというふうには、はい、まあ、そういった場面が節々にあるような国ではありますと。はい。でですね、まあ、そうは言ってもまだ本当は僕自身も中央アジアに来たこと自体が初めてなんですけども、まあ、そういった意味では不安は結構大きかったんですけど、増田さんの会社の、まあ、従業員のお一人でですね、ミルランさんって今この写真の方ですねに、まあ、空港の、まあ、そういった送迎も含めですね、この昨日今日もそうですし、まあ、一昨日もそうなんですけども、北側のその移動を全部ですね、ミルランが担当していただいてですね、アテンドをしてくれてですね、まあ、僕一人で回るよりもかなり濃いそのキルギスであるとかですね、ビシュケクのそういった、まあ、調査であるとか観光ということができてるなという、はい、まあ、めちゃくちゃありがたいなという状況にはなっておりますと。はい。はい。でですね、まあ、ミルランと一緒に、まだ増田さんは今この収録時点からでいうと明日から、はい、増田さんとも合流するんですけども、合流する前の3日間はですね、このミルランと一緒に、はい、ビシュケクの街をいろいろ回らせていただいてるんですけど、まあ、その中でですね、今こうやってジャパンという文字もありますけど、増田さんがもともとキルギスの方でタイ焼き屋さんを始めて、それがかなりの大ヒットしたと。で、なのでそのタイ焼き屋をもう1店舗やるっていうことと合わせて、あとカフェをやるとかですね、そういったちょっと物販的なこともキルギスの中で始められるということで、まあ、そうですね、そのお店の方も、あと、もうそうですね、日付的に言ったらこの明日からオープンするって言ってましたけど、そのお店を視察をしてきましたと。はい。まあ、これが明日からオープンするお店の一つですね。はい。であるとか、この
今1号店としてですね、キルギスの一発目でオープンされたのがこのたい焼き屋さんになるんですけど、あの映画館の横にちょんとこうやってもう本当プレハブ台のですね、このたい焼き屋さんがもうむちゃくちゃ売れてるみたいですと。で僕がいる間でもあの売れてましたね。はい、まあやっぱり物珍しさっていう部分もあるんでしょうし、あのただ立地に関してはそこまでいいようには見えなかったんですけども、でもうん、そうですね、やっぱりあのもうひっきりなしとは言わないまでも結構あれですね、ちょこちょことお客さんが、はい、来てくれてましたね、来られてましたと。はい、でそのたい焼きも、はい、もう本当日本と同じたい焼きを売られてると。はい、なのでまあキルギスでは買えるのはここだけということもあってですね、で日本の文化が味わえるということでやっぱみんな物珍しくてですね来られてるのかなと。でまあ結構リピーターの方も多いというふうにもお聞きはしてますと。はい、まあ、そうですね、たい焼き屋さんの、はい、もう日本からその鉄板持って行ってですね、されてますと。で、カフェをですね、また明日からもオープンされるということで、そのカフェの中で、オムライスをいただいてきましたと。かなりこじゃれた感じでですね、しっかりした、はい、日本のオムライスになってましたと。はい、でそれとですね、まあ、これキルギスで一番有名なところなんですけども、まあ、アラトゥ広場という広場がありまして、そうですね、そこ の, あの今ここに見えている建物、国立歴史博物館という呼ばれるような建物がありまして、そちらの方でですね、いろいろ国の成り立ちであるとか、文化的なことをですね、あの学ばせてはいただきましたと。はい、まあそうですね、ここで一個一個ちょっとあの展示品とかは写真は掲載はしないですけども、ご興味ある方はあのツイッターとか見ていただいたら僕のその写真がずらっと出てるんで、まあ、もしよかったら見てくださいってことですけど、はい、そうですね、国立博物館の中も結構人もおられましたと。で、まあ、注目すべきはですね、あの皆さんマスクもしてないんですね。で僕が到着する1週間前からもうマスク外出時もしなくていいよってなったらしいですね。はい、でそうですね、もう3日4日、今今日で5日目ですかね、ずっとコロナの発生がゼロになっているようです。そういう意味でもまあキルギス自体はもう かなりもうコロナ自体はもう収まっているという状況のようですね。はい、なのでもうマスクもしない生活というのを久々に、はい、こうキルギスでさせていただいているという状況ではあります。はい、でまあ、これが勝利広場、勝利公園と呼ばれるような、はい、場所にも行かせていただいたりとか、あとですね、はい、モスクですね、モスクも、まあ、イスラム教の国だけあってですね、キルギスの方でもモスクがありましたと。でこれが最近建築された、はい、モスクのようで、なんかトルコから寄付されてですね、なんか建てられたもののようですけども、はい、ちょうどこのモスク行った日が金曜日で、その金曜日のその12時ぐらいですね、まあ、12時前後に行かせていただいて、でその時はまだこうガランとしてるんですけども、あのこの中に1万人入るみたいですね。でその金曜礼拝っていうのがあって、もうあと1時間後もしたら1万人がここに押し寄せるからすぐ行かな、もう出ないとやばいみたいな状況であの見させていただきましたけども、まあ、その前にこうお掃除をしてる方がおられたりとかですね。はい、まあ、そういう状況で、キルギスのモスク見させていただきましたと。で、そうですね、トルコとかで見させていただいたりしたそういうモスクともまたちょっと違う部分もあるかなと。なんかキルギスならではの模様とかですね、そういった民族の模様みたいなものも一部あしらわれたような、はい、そういったモスクになってたかなというふうな印象ですと。はい、でそれと、キルギスの、まあ、街並みをちょっと軽くだけですけども、本当あれですね、穏やかですね。あの高い建物がホテルぐらいしかなくて、そのホテルがあの高いと言ってもまあ10階建てぐらいがまあちょこちょことあるぐらいかなっていう感じで、あまり高い建物がなくてですね、街全体がのんびりしてると、うん、ただですね、もう中心市街地にギュッて感じじゃなくて、もう平べったく本当あのビシュケクっていう地名のところはですね、一面がある程度都市化されてるんですよねっていうような街に、それなりに綺麗な街並みかなと、はい、古いながらも綺麗な街並みというような印象ですね。はい、でどこに行っても人が集まってるっていうような感じもなく、パラパラとおられるんですけども、まんべんなくずっとどこ行っても人がいるっていうような、そういう街になってます。はい、で、車もですね、結構古い車があのいっぱいありました。はい、で、そうですね、でまあ、日本車も今こうやってレクサスとか、まあ、これちょっとベンツだったりとか、これ日産のマークとかもあるんですけども、日本車が大半のようですね、もう流通されている車のほとんどが日本車のようですと。はい、で、そうですね、まあ、その他もちょっと街並みがこんな感じで、はい、
まあ、あと、まあ、まあそうですね、銀行もあったりですね、あとセントラルヒーティングっていう建築物があってですね、それちょっと聞いて驚いたんですけども、日本の場合だったら、まあ、暖を取るなら寒かったら寒かったで、まあ、一軒一軒エアコンをつけるとかストーブを、まあ、つけるじゃないですか。でそれもキルギスにもないことはないんですけども、ほとんどの家庭がこのセントラルヒーティングっていう一箇所のところでボイラーを焚いて、その熱気を各家庭にお届けするらしいんですっていうような設備があるらしいんですよね。ガスの配管のようにセントラルヒーティング用のですね、もう暖を取るためのそういった配管があってですね、でその熱風なり熱気を各家庭にお届けしてるらしいです。はい、まあなかなか日本では考えられないような設備があるなと、はい、いう感じなんですけども、あとですね、スーパーマーケットの方にも、はい、行ってきましたと、まあ、ここでもちょっと何枚かだけ写真を共有しますけど、はい、そうですね、通貨がソムという単位になるんですけども、通貨になるんですけど、まあ、55ソムですね、1ソムあたり、僕が今のこのタイミングで 1.34 円なので、この金額に 1.34 をかけた金額が、まあ、日本円になると、はい、いうことで、結構安い、はい、安いかなと、まあ、安いって言ってもあれですね、分かりにくいかもしれないですけども、はい、こういう、まあ、調味料1本ドーンとこうあるのも、そうですね、これが、まあ、70円、80円ってとこですかね、はい、まあそんな感じで、そうですね、まあ、このスーパーで売ってるものの値段の、僕は感覚的には2分の1から3分の1ぐらいの価格帯だったかなと、はい、そういうような感覚ではあります。はい、あとまあその穀物とか、あとそういう調味料関係だったりとか、まあ、ナッツ類とかですね、そのあたりが量り売りになってたところは、まあ、日本とちょっと違うところかなとかですね、はい、まあ、セルフレジも きっちりあったりとかですね、まあまあ、そのセルフレジっていう部分でもまあ進んでるのは、まあそうですね、日本と一緒なんですけども、あとそのコンビニがないんですよね、見る限り。キルギスにはセブンイレブンとかファミリーマートのようなコンビニは存在し、見る限り存在ないんですけども、ただスーパーがあちこちにあって、そのスーパーが24時間営業だというような形で、まあ、なのでそういった意味では不便がないかなと、はい、そんな感じですと。はい、でそれとキルギスのまあ料理に関してもですね、いくつかいただいてきましたと。はい、ベシュマルバルマクという、はい、羊と馬の煮込みであるとかですね、はい、まあ、そういうキルギス関係の料理もいろいろいただいたりとか、あとボルシチとかもいただいてきましたと。で経済的にも、まあ、その言語に関してもロシア語を話されている方も多いとかですね、で、まあ、料理に関してもロシアの料理とかも結構あると。はい、で、まあ、そういった意味でも、はい、その一つのですね、まあ、ボルシチなんかも、まあ、いただいてきましたと。はい、そうですね、はい、ミルランと一緒に、はい、朝から晩までですね、一緒にいろいろとビシュケクの街を探索させていただきましたと。はい、で夜に関しても前評判というか調べたらかなり怖いことが書いてあって、まあ、かなり治安が悪いみたいに書かれてましたけど、まあ、ミルランと一緒にそうですね、まあ、一緒にいるからってこともあるかもしれないですけど、あんまり危険な感じはしないですね。うん、まあ、結構穏やかな街には見えてます、北側には。はい、うん、そうですね、そんな感じですと。で、まあ、そんな形で、うん、ミルランと一緒にもまた今日もですね、この収録の後もまた1日、はい、ビシュケクの街を回ってくるんですけども、明後日からですね、明後日じゃないし、ね、この日付、明日ですね、明日から、はい、明日から増田さんと合流をして、でそこからですね、結構大ごとなスケジュールがいろいろと目白押しになってるので、また次の動画か、またもう一個その先、2個次の動画になるかもしれないですけども、まあそうですね、そちらの方でですね、このキルギスの、はい、北側の動きというものも、そうですね、興味持っていただける方は見ていただけたらありがたいなというふうに思っております。ということで、長くなりましたけども本題に入りますと。はい、でヨンシーさんのですね、事業の進捗状況ですね、このサムネにもある通りですけども、試作車は、まあ、製造は完了して着々と受注をされているところですよと。で元々のヨンシーさんがですね、令和の虎に出られたタイミングっていうのが、トレーラー製造を自社でやっていきたいので、金型を作りたいってことだったんですね。いくつか金型の、まあ、金型を作ってトレーラー製造を自社でもうどんどん量産をしていきたいみたいな事業プランで、まあ、見事オールを獲得されたという方ではありましたと。まあ、その中の一人として北川も虎として出資をさせていただいて、で、まあ、やり取りでですね、まあ、その後もずっとある程度密にさせていただいているという状況
で、まあ、もちろん金型の方は番組も配信されて早々に金型は買われですね。で製造も着々と進んでてですね。で製造も進んでて、なんならもう製造も進みながらももう受注もちょこちょこといただきながらもう納品もどんどん進んでいってるという状況で、うん、まあ本当にある意味で順調に進んでるのと、でこのタイミングでこの動画を上げさせていただいてですね、で、まあ、それこそ北川と、まあ、その四神さんと一緒にですね事業やりませんかっていう、まあ、こういうタイミングなんですけども、まあ、なんでこういう動画出してるかって言ったら、今からですねようやく量産体制が整ってきたので、そうですね、まあ、そういった量産体制に備えてというかですね、まあ、その一歩前として、まあ、ちょっと密にですねちょっとやり取りをしていただける、まあ、営業担当みたいな方を募集をしたいなというふうに思っておりますと、はい、だいぶ製造ラインはもうバチッと決まってきてですね、はい、もう結構な注文が来ても耐えうるような状況にはなってきましたと、はい、まあ、そういったところまで事業が進んでいってると、まあ、今から、はい、さらに飛躍をされるんじゃないかなというふうに、期待をしているところではありますと、はい、でそういったことでですね、まずは数社限定で北川と四神さんと一緒に、記者オリジナルのですね、まあ、あなたの会社のオリジナルのトレーラーを作りませんかという、はい、そういったご提案になっておりますと、はい、で四神さんの車っていうのがですね、これ令和の虎の方でもお話しされてましたけども、世界一広くもできる、はい、軽自動車で牽引できる軽トレーラーですね。トレーラーハウスとかって結構、まあそうですね、最近流行ってる、はい、もうそうですね、必要とされている方も多いっていうような、そういったものになってますけども、四神さんの作られるトレーラーの特徴っていうのが結構コンパクトなんですよ。コンパクトなのにめちゃくちゃ広く使えるっていう優れものになってるんですよね。でそれも軽自動車でも牽引ができるっていうのがめちゃくちゃポイントかなというふうに思ってます、はい。で、まあ、こんな感じでもう自社でですね、もうなんならもう最初から最後まで作っちゃってる、もうこういう形で車に牽引する形で引っ張るものですね、キャンピングトレーラーみたいな話も番組の中でもあったんですけども、キャンピングカーも四神さん作ってますし受注いただいてるんですけども、キャンピングトレーラーの方が本当は売りたい、はい、トレーラーをどんどん作っていきたい、この引っ張られる方のトレーラーの中でキャンプができるっていうような、そういったものもあり、キャンプ以外のいろんな用途もですね、叶えるようなそのトレーラーを作られてると、はい、まあ、こんな形でですね、はい、作られてますと。でこれがですね、もうこの曲線から何から全部、まあ、金型作ってそれを一つ一つのパーツを組み立ててこういう風に作られてるんですけども、まあ本当四神さん想像以上に素晴らしいことになってしまってるのが、もう躯体からですね、土台から全部自前で作っちゃってるんですよね。でもともと四神さん自体は例えばそのトレーラーベースって言われるようなまあ、ベースの部分、その床の部分だったり、まあそうですね、タイヤの部分からその床の部分に関しては仕入れてトレーラーを作ってるような方っていうのはある程度はいるんですけども、この土台からもう一から作っちゃってるんですよね。で強度計算書とかもちゃんと申請されて、でも正式にですね、そういった許認可も耐えうるようなそういったトレーラー自体をもうピンからキリまでというか、もう本当パーツから何からも全部作っちゃってると。なので、まあ将来的にはそのパーツ自体も販売ができるかなというふうにも考えてるんですけども、まあ、それぐらい技術力も本当優れた、はい、そのトレーラーっていうものを四神さん自体がもう組み立てられてますと、はい。で、ですね、このトレーラー自体をオリジナルのものを作りませんかと、はい、今こうやって見ていただける通り、納品するのはもう本当白地の状態なんですよね。外装も全然なく、まあ、塗装も自由にやっていただいたらいいですし、なんなら内装も自由にやっていただきたいっていう形になるんですよね。で四神さんはこのトレーラーを作る、車体を作る、改造するっていう部分でいうとプロなんですね、はい、トレーラー製造のプロではあるんですけども、このトレーラーの中身自体をどういう風にしていくかっていうとまた別の話になってきてしまうので、できればそれの専門家の方であるとか専門家の方につないでいただけるような方とビジネスを組んでいくとさらにビジネスが飛躍していくかなという風に思ってます。はい、で、はい、想定するビジネスモデルとしては四神さんがトレーラー製造する、で白地の納品になりますよと、まあ、外も何も塗ってない、で中も何もそうですね、整備されてない、家具がまだ取り付けられてないっていうような白地の納品ができればベストだなというふうに考えてます。で、記者の方でですね、もし事業として一緒に組んでいただけるという方がいればですけども、どういうトレーラーをしようかっていう企画をしていただいて、その販売までもご自身でやっていただきたいと、はい、で外装であるとか内装というのはもうオリジナルで決めていただいていいですよと、はい、で
まあ、手順としては記者がまずはオリジナルトレーラーを企画してくださいと。それがキャンピングトレーラーでもいいですし、キッチントレーラーでもいいですし、もうあの福祉用のトレーラーでもいいですし、何のトレーラーでもいいんですけども、それで企画をしていただいて、で記者側がユーザーにあの販売をしていただきたいんですね。で4審査に、注文入ったんで製造お願いしますということで依頼をしていただいたら OK で、で4審査からは卸価格で、はい、提供させていただくので、内装なり外装ですね、それらを手掛けてユーザーの方に納品をしてくださいという、はい、まあもう完全にもうその見ていただける、その検討いただける方の会社の事業としてですね、組み立ててくださいというところではあるんですけども、これがですね、まあ納期短縮だったりとか、あの販売促進のために在庫はまあ一つぐらい持っておいていただいた方が事業が進めやすいかなとは思うんですけども、まあこれは無在庫でもできるかなというふうに思ってます。でまあそうですね、無在庫でもできますけど、まあ一つだけ在庫を持つだけでもあの事業を進めてもらうことができるので、何個も何個もトレーラーを在庫として持っておく必要がないので、あの限られたリスクで、進めていただける新事業になるんじゃないかなというご提案ではありますと。はい、で、ちなみにですね、あの大阪まで来ていただける、はい、地理的にも大阪から近いとかですね、まあ、別に遠かったとしても大阪まで来ていただけるんだったら、その白地の状態ですね、もう何もない状態のトレーラーっていうのを見ていただくこともできますし、あとはもうすでに大阪の方ではあのそのオリジナルのトレーラーを作っていただいている方がおられるので、そういった他社が手掛けたその原品確認というものはできますと。はい、他社がこういう風に手掛けてて、じゃあうちではこういう風な内装でこういう外装で、打ち出していこうかみたいなことも検討はしていただくことは可能ですと。はい、無在庫または少ない在庫でビジネス展開が可能なんで、ぜひという感じですね。うん、なので、まあ、誰でも彼でもというよりは、できればあのその内装関係にあの来れる方、あのリフォーム業の方なんかは、リフォームだったりその内装をやってる、お家の内装をやってるような工務店の方だったり建設業の方っていうのは、あのかなりあのビジネス展開がしやすいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で、そうですね、トレーラー1個買っていただければいいので、まあ、建設業の方で言ったら工具を運ぶ用の、保管する用のそういった倉庫、移動倉庫みたいな形でもこのトレーラーが使えてしまうので、かなり便利なんじゃないかなというふうには思ってますと。で、このヨンシンさんのトレーラーの特徴っていうのが、これが本当に素晴らしくてですね、通常時はかなりコンパクトですね、まあ、軽自動車で牽引可能なぐらいなんで、その軽自動車あのよりもちょっとちっちゃい、まあ、軽自動車って言ってもピンからキリまで大きさありますけども、あのソリオとかだったら結構大きめの、 あの車体になりますけども、そのソリオよりもちょっとコンパクトにしたようなあのサイズのそういったトレーラーがあるんですよね。でそれで、はい、軽自動車でも牽引可能で、これがですね、拡張すると、はい、拡張するとあの長さが 3メートル80センチですね、3800ミリまで伸びちゃうと。はい、長さがビューンと伸びるのと、なんならこれで言うともう乗用車、一般の乗用車並みだったりそれ以上に、長くなっちゃうとかですね。であとは高さが、あの元々の高さはあのそうですね、箱の部分、箱の中身っていう部分で言うと1メートル36センチということで、かがんでじゃないと作業ができないっていうような、そういったトレーラーになるんですけども、ヨンシンさんの場合は天井もギュッとあの伸ばすことができるんですよ。あのギュッと拡張ができるので、あの180センチ未満の方だったら立って作業もすることが可能になると。はい、そういったトレーラーになってますよと。なのでキッチントレーラーで、そうですね、いろいろと、はい、何かを提供するっていう方にはうってつけかなというふうに考えてますと。で、まあ、その製造例としてですね、まあ、今もこの許可いただいて、はい、ちょっと紹介させていただくんですけども、あのエーデルカフェさんっていう、その三重県にあるですね、クレープ移動販売の FC チェーンさんがおられるんですけども、そちらの方でですね、あのこういう動画を出されてって、ちょっとこれ見ていただいていいですかね。世界初のキッチンカーをご覧いただこう。これ4社さんですね。これなら前後にこだわらなくてもいいな。ギュッとこんな感じで、でこれがどこまでせり出すかとかもいろいろ調整ができるんですけども、天井の上がり方も、はい、天井のせり上がり方もいろいろと調整ができます。本気でやりたい人だけ DM ください。 FC 募集中。はい、
まあ、この動画自体はそのクレープの移動販売の、まあそうですね、FC に参加しませんかみたいな動画になってますけども、まあ、もちろん検討される方がいたらぜひどうぞというところですけど、まあ、まず、まあ、この動画ではトレーラーの紹介ですけども、天井がぐっとせり上がってましたけど、三角形にせり上がるような形も取れれば、もうぐっともう長方形のままですね、もう直方体のままぐっとこうせり上がるようなパターンでも、そうですね、上がることもできますし、後ろもぎゅっと広がってましたけども、そんな感じでその全長長さの部分が、2メートルだったものが3メートル、まあ、3.8 メートルまでですね、ぎゅっとこう伸ばそうと思ったら伸ばせるよとかですね、そういったものになってますと。なのでコンパクトに移動ができるのに、いざあれですね、運営をしようと、はい、移動販売をしようという時にはもうかなり広くなると、使えるというような、ものになってますよと。はい、これかなりの優れもので、でしかもこんだけ高機能なのに、まあ、かなり安いんですね。安価で提供ができてしまうと、まあ、ヨンシーさんが1から10までやってるからこそですね、ちゃんと適正利益を取っていただいても、それなりの価格では納品ができると、まあ、それも今回のその事業一緒に組みませんかっていう場合で言うと、卸価格では提供させていただくことができるので、まあ、そういった白地のトレーラーをですね、納品をさせていただくので、まあ、内装手掛け、外装手掛けですね、オリジナルのそういったトレーラーを販売したら、かなりの利益率でですね、その組まれるその方がどういう利益率でされるかはもちろん、なんぼでも大丈夫なので、そうですね、かなりの高利益率でも事業展開ができてしまうんじゃないかなというビジネスモデルにはなってますと。で、そのあたりのビジネスモデルに関しても、北側の方も、まあ、ご希望があればですね、一緒にちょっと組ませていただくこともできるかなというふうには思っておりますと。はい。で、まあ、先ほどから見ていただいている通り、スライドアウトで日本一広い車内空間が実現可能だということですね。で、それと、上の面にですね、天井面に、まあ、本来木造を使うようなですね、本来というか世の中に出回っているものが木材を使っててですね、まあ、ちょっと重たくなってて重心が上に来ているようなものが結構あるみたいなんですけども、ヨンシンさんはこだわりとしてその重量家具だったりですね、木材というものをなるべく配置せずに、FRP パネルの家具で軽量家具、まあ、そういった軽くなるようにですねっていう設計をしてますよとかですね、あとは左右均等に重量配分ができるような空間設計がされてるとか、あと、冷蔵庫とか家具とかがですね、配置箇所がもうある程度標準的に決まってるので、そういった部分ですね、むしろ要望があればそこの部分を掘り下げて、家具機材が安定化固定化ができるっていうことと同時に、低重心化ですね、重心が下に下がれば下がるほど、そうですね、牽引して引っ張ってる時に、まあ、安定しやすい、もう転がりにくいということですね。はい。で、あとパネル接合ですね、金型いっぱい買ってですね、そのトレーラーを組み立てるにあたっても何枚のパネルを組み立ててるっていう状況なんですけども、その接合部分に関しては L フランジタイプのボルト止め両圧補強で、フランジ自体が骨材にって書いてますけども、僕自身もそこまで理解できてないですけども、まあ、要はかなり強固な車体になってると、はい、っていうことと、あとですね、進行方向前の下側にですね、フロントエアロっていうものを付けられてるんですけども、これが、まあ、車だったらそのエアロって車体の前側にも付いてるっていうことはよくありますけども、これがですね、トレーラーにもエアロを付けてるっていうようなことでは、トレーラーでは初の採用になってるようなんですね。で、このエアロによって走行安定性が、まあ、増す、操縦性が向上するとであるとか、空気抵抗が減って車体の汚れも減りますし、まあ、防止されますし、まあ、風切り音ですね、の低減なども効果としては出てくると、はい、そのためにもエアロは付けてますよとかですね。で、あとですね、そのトレーラーの不具合あるあるっていうものを全部解消してますよとっていう優れもののトレーラーになってます。はい、もうヨンシンさんもとことんこだわって、こだわりすぎてるという状況で、まあ、本当に買っていただく方には結構安心の、はい、ものになってます。で、それらが先ほどからちょっと言うように、重心が高くなると何かこうカーブしてるときとかにゴロンって転んじゃうことがあるんですね、トレーラーが。まあ、その世の中に出回ってるものはそういうものがよくあるらしいんですよ。あるあるになってしまってるんですけども、それを低重心設計にすることで、その転がらなくなってますよと、はい、っていうことと、あと、仮想超過による重量オーバーですね。もともとがその木材を使わないとか軽い材料だけを使うことで、そもそも今から乗せようかと、冷蔵庫乗せたりいろんな家具を乗せるっていう時でも、その積載量がですね、まあ、その重量オーバーになりにくい設計になってますよと。はい、軽いのに丈夫っていうものを、はい、そういったものを作られ、トレーラーを作られてますと。はい。それと、床下鎖、こんなのあったらちょっと怖いですけども、よくあるらしいんですよね、今出回ってるトレーラーに関しては。
で、床下木材のその裏の全面に防水樹脂コートを散布し、合わせ面にシリコンコートをすることで、もう水を完全に遮断しているので、車内に水が入り込まないと。はい。もうパネルとパネルを組み合わせてるってこともあって、わずかでも隙間があると、まあ、そこからちょっと水が染み込んで、それが床に溜まってですね、床が腐っちゃうとかですね、そういうことが起こるらしいんですけど、まあ、そういう心配がないですよと。で、そもそも結構雨漏りをするようなものも中にはあるらしいんですね。で、これも原因としたら天井からですね、配線を、まあ、穴開けて、あの配線を通しているような、そういったトレーラーに関しては、よく雨漏りをするらしいんですよね。で、ただそれは、あの側面から配線を通すことで、それを防いでますし、もちろん側面からやる中でもちゃんとカバー、シリコンなりカバーをちゃんときっちりすることで雨漏りしようがない構造になってるとかですね。あとまあシックハウス症候群に関してもそのトレーラーの製造工程ではもう一切使ってないですし、今回組んでいただける方に関してもぜひですね、内装なり家具っていう部分はそういったシックハウスの原因になるようなトルエン、フォルムアルデヒド、アルデヒドっていうものを使用しないでくださいねと。はい、そういう打ち出し方、売り出し方っていうのをしていきたいですと。はい。で、それとですね、断熱不足になっているような、そういったトレーラーがあると、もう寒い、暑いっていうことがそのトレーラーの中であると、はい、移動販売するにしてもなかなかの過酷な労働条件の中ですね、お仕事されている方も多いみたいなんですけども、そのあたりもヨンシンさんのそのトレーラーだったらきっちりとですね、断熱フォームは発泡断熱限定で、メタルシート施工3枚パネル工法で、まあ、断熱効果はバッチリと、はい、いう状態のようですと。はい、こういうですね、もう本当世の中に出回ってるトレーラーも使われてる方であれば、あ、分かる分かる、あるあるっていうようなことが並んでるんですけども、それらのことがあのもうきっちりと解決されたトレーラーになってますよと。はい。で、本当に用途がですね、まあ、先ほどから言うキャンピングトレーラー、まあ、キャンプ用でもあれば、で、あ、それキャンプ用でも使っていただくことできますし、あの簡易宿泊っていうものもできますし、要は自分で使う、移動してですね、旅をしようとか、そういうような使い方ももちろんできるでしょうし、あとその飲食トレーラー最近流行ってますけども、あとその美容室でもできるんですよね。移動美容室なんかもできますし、あと医療関係ですね。はい。まあ、そういった、もういろんなその診療所みたいにもすることができるとかですね。あと福祉関係の福祉車両にももちろん変えることができますと。はい。もう、あれですね。車椅子とかを、でも移動しやすいように、そのトレーラーの中をですね、その車椅子をその出入りなりですね、上り下りがしやすいように、いろいろ昇降車つけていただくとかですね、そういうようなことももちろんできますし、鍼灸、整骨、まあ、いろんな場面でのそういった診療所というのも可能でしょうし、で、災害対策などで本当にあの、まあ、シャワールームですら、あの、完備ができるような、本当にあの、用途が無限になるんですね、トレーラー。まあ、要はお部屋をもう運ぶ、もう移動するお部屋みたいな感じで使えるので、まあ、本当にアイデアは無限かなと思ってます。で、皆さんのその事業としてやっていただく上では、まあ、こういう分野のトレーラーがあったら、あの、案内しやすいな、みたいなことがあれば、それをお話持っていっていただいたら、ですね、ビジネスとして組ましていただくことができるかなというふうに考えてます。はい。で、トレーラー自体が今結構高成長分野なんですよね。っていう意味では、まあ、それだけでも、そうですね、時流に乗ってるっていうような事業ではあるんですけども、ただそれがリスクが限定的。はい。で、まあ、在庫一つも持ちたくなければ大阪まで来ていただけたら現物は見ることができますと。で、そこで、まあ、ホームページなりパンフレット等をご自身で作っていただいて案内するでもいいですし、まあ、ただできれば一つはですね、在庫を構えていただいて、現物を、皆さんのその会社でですね、見ていただける形の方が、まあ、売りやすいかなとは思いますけどね。はい、まあ、そうは言っても1個分の、そのリスクで新事業ができるんでいかがでしょうかと。はい、そういった動画ではありましたと。はい。キルギスの話とヨンシンさんの話、どっちが長かったかちょっとわかんないですけども、そうですね。はい。今からちょっとまた僕も、キルギスのそのビシュキョク市内の方ですね、いろいろと探索してくるんですけども、まあ、たまたまですね、そのキルギスって、その自動車産業が特殊なんですよ。っていうこともあって、キルギスの中古車市場であるとか、部品市場っていうのを、これからちょっと視察に行ってこようかなというふうに思っております。はい。その結果はまた次回の動画でお届けしようかと思ってます。ということで、いってらっしゃい。